本当にマジコスパ超美味しい。きっとね、知らない人がたくさんいると思うからこそ、マジでマジで飲んでもらいたいんですよ。毎度ワイン三昧竹前です。今回は本当に美味しすぎてやばい2000円以下の白ワイン3本紹介したいと思います。イエーイ。はい、で1本ねあるから、実際に最後はね飲んでペアリングもしていきたいと思います。はい、もうねコスパは正義だよね。本当は毎日でも皆さんにコスパなワインを紹介したいくらいなんだけど、やっぱり紹介するにはさ、ね、皆さん買いましたとか言ってくれるからこう責任があるので、まあ、前からあるけどなんか最近増してね責任を感じるので、もうなかなかこれだっていうのがなくって、そう簡単には2000円以下のおすすめワインのね、あの紹介動画って作れない内容なんですけど、今回はね見つけちゃったんですよ。はい、2000円以下本当に美味しくって皆さんに飲んでもらいたいワインなので、今回紹介するワインは絶対飲んでもらいたい。ちなみに紹介するワインは下記概要欄にあの情報を載せておくので、気になる方はそこからまあポチッとしてみたりしてもいいんじゃないかなって思います。はい、早速紹介していくよ。1本目はアメリカからマックマニスファミリービオニエ。もうちょっとイントネーションよくわかんないんですけど、お値段は1800円くらいです。これはね本当にマジコスパ超美味しい。このワインはアメリカカリフォルニアのワインで、ビオニエっていうブドウが使用されていて、このブドウはワインのことを積極的に知ろうと思わなければ覚えられないちょっとマイナーなブドウだと思うんだよね、ビオニエ。まあそんなブドウビオニエが 100% で作られたワインです。きっとね知らない人がたくさんいると思うからこそ、マジでマジで飲んでもらいたいんですよ。で、こちらのワイン、ほんとね、苦味と油に合うワインだと思っていて、まあ、その詳細は後で話しますね。このワインは、ワイン評論家で有名な、かの有名なロバート・パーカー氏から、マックマニスとの出会いは歓喜に満ちたものである、とコメントされていて、あとは有名なワイン評価誌、ワインスペクテーター誌では、マックマニスはカリフォルニアベストバリューとして紹介されています。なんか私は全然ね、この評価とか気にせずにね、普通に友達がおすすめしてくれて、まあ、飲んで美味しいなって思ったから、 YouTube で紹介するためにこう調べ直してたら、各有名評価誌からの評価が高くって、もう納得です。ちなみにね、なんかね、全然私の知り合いがオーナーをしている飲食店でもグラスワインでこのワインを扱っていて、あ、マックマニスビオニエめっちゃ美味しいですよねって言ったら、さすが分かってるねなんて話を、そのね友達のソムリエともしてたぐらいだから、もうねいろんな人が好き私の周りってことでいいかな。で、ちょっとここでビオニエというブドウについて説明したいんだけど、ビオニエはもともとアロマティック品種って言われる、ブドウ自体に芳香性豊かな香りの強いブドウで、酸は控えめで、果実で言うと白桃とかアプリコットの甘いフルーツの香りがして、リッチさとコクを感じるような、もう豊満でアルコール度数も高くてフルボディって言われるようなね、飲み応えのしっかりしたワインになるのが特徴なんだよね。それでビオニエの私がね一番好きなところは、ワインを口の中から飲み込んだ後、胡椒のようなスパイシーさと苦味を感じられるところなのね。そうで、この口から飲み込んだ後のことアフターって言ったりするんだけど、このアフターのスパイシーさとか苦味って他の白ワインにはあまり感じられなくって、ビオニエの魅力だと思ってるんだけど、この正直ね、スパイシーさとか苦味を感じられるビオニエって、3,000〜4,000円のワインからやっと感じられるかな、どうかなって香りなのね。そう、上質なビオニエにしかなかなか感じられないフレーバーなんだけど、でもこのマックマニスのビオニエは1,000円台でしょ。こんなお安い価格なのにしっかりと苦味も感じられます。うん、これってかなり希少だと思うんだよね。まあ、もちろん豊かな果実味とかリッチさ、コク、豊満さっていうのもしっかりと感じるんですよ。それにプラスしてスパイシーさも感じる、あ、苦味も感じるってことですね。で、私が初めてこのワインを飲んだ時はアスパラの春巻きと合わせたんだけど、アスパラの苦味にワインが負けずに同調できて、で、春巻きの油っぽさとか香ばしさにそっと寄り添えるね、その味わいがねすごい好きでした。で、この間ね、あの家飲み三昧部のワイン会のテーマにもしたんですけど、結構ね皆さんね、このコスパの高さにね驚かれてましたね。家飲み三昧部員の中にはね、結構ワインがお詳しい方とかもいたりするんですけど、そういう人もなんか知れてよかったですって言ってくださったんですよ。ちなみに私の友達のソムリエがやっているお店はカレー屋さんなので、カレーにも合うワインって言っても過言じゃないかな、過言じゃないというかいいと思います。スパイシーさ、エスニックさを合わせるみたいな感じで、はい、とにかくおすすめなんです。
なので皆さんに飲んでもらいたいんです。はい、じゃあ2本目紹介します。続いて2本目はこちらもアメリカのワインですね。クラインファームハウスホワイト。はい、すみません、お値段がですねこのワインだけ少しオーバーしてしまって2300円です。許してください、本当に許して。でもなんかネットで探したら1800円であったりしたから、探したら1000円台だから、ちゃんと探したら。でこちらのワインのセパージュはこんな感じです。割合的にはアルバリーニョっていうねブドウが多いのかな。でこのワインはですね、この作り手クラインファミリーセラーズの新商品お披露目会に私伺わせていただいてですね、そこで飲んだのがきっかけで知ったんですけど、とにかくすごいバランス力がいいんですよね。でグレープフルーツとかライムのような爽やか系の果実がメインなんだけれども、やっぱアルバリーニョから来る肉厚なボディっていうのが心地よくって、まあ、とにかくこのあのお値段からは考えられないくらい酸と果実味のバランスがいいです。でペアリングで言うと、まあ、前菜系はもちろん魚介系、あとは鶏もも肉とかを使った、まあ、さっぱりめなお料理だったらペアリングしやすいと思います。まあ、いろんなブドウ入ってるからね。でちなみにこのクラインファミリーセラーズはいろいろな価格帯のキュベをね、はい、このように出していて、今紹介してるのが一番お安いラインナップかな。で一番お高いので8000円くらいのものがあります。で先日はその8000円ぐらいのキュベンのお披露目会で直接創業者のフレッド・クライン氏の話をまあ聞けたわけなんだけど、このクラインファミリーセラーズが掲げてるねテーマっていうのをねちょっと話したいから話させてくださいね。掲げてるテーマっていうのがファミリーっていうことで、フレッドと奥様のナンシーにはお子様がね7名もいるんですけれども、その子供たちが幼い頃に畑で自由に遊んでも安全である、そんな畑作りを創業当初から40年間大切にしているということで、まあ、家族経営のワイナリーなんですけれども、除草剤とか人工的な化学肥料を一切使用せずに、今でこそさ知らない人はいないサステナブルな取り組みを40年も前から行っている、そう革新的なワイナリーなんですね。また2005年には太陽光エネルギーを全面的に使用した最初のワイナリーであって、電気消費量を、ね、100% 相殺するようにしているとかです。だからなんかね、日本でも太陽光の CM でこう使った映像で、このクラインファミリーセラーズの太陽光が映像として使われたことがあるようなないようなって話をねちょっとね噂でね現場で聞いたりしました。でもそんぐらい自然と昔から向き合っているワイナリーってことなんですよね。まあさ、正直除草剤を使ってないからといって飲んだ瞬間、おお、これは限りなくサステナブルで作られたワインの味がするぜみたいなね、そんななんてわかんない、わかんないけどさ、広大な畑、ね、土地を持っているのに一つずつ丁寧に環境を配慮して、そしてその土地特有のテロワールを大切にしてワインを作ってるっていう、もうその愛が素敵ですよねって思って。サステナブルっていうのは環境にいいとかもちろんなんだけど、先日ね来日されたイベントでそのお二人フレッドとナンシーのお人柄とかワインに対する愛とか、そしてそれを今後は7名のお子さんに継承していくという、そんなね心温まる話をしてくださったフレッド氏が作るワイン、もう皆さんにも知ってもらいたいなーって純粋に思ったんですよね。ね、ちなみにこのクラインファミリーセラーズのワインは実店舗だとリカーマウンテンとかがあの取引があるようで置いてあるみたいなので、ぜひねお近くにお店がある方は行かれてみてください。では最後の3本目はポルトガルのワインから、テラスドミーニョビーニョベルデ。こちらお値段1600円ぐらい、今回の中で最安値、ね、このワインは2年前くらいにお店で生ガキと合わせて飲んで、その素晴らしいペアリングに感動して、で最近のね家飲み三昧部のワイン会のテーマとして久々に飲んだらやっぱり美味しすぎて、みんなに紹介したいと思って今回この企画をね撮影したと言っても過言ではないですよ、もう本当に。ということでね、今ね手元にあるんですよ、こちらね、じゃじゃーん、早速飲んでいきたいと思います。あ、ちょっと今聞こえたピシューって音言ったの、スクリューキャップなんですけれども、ちょっとねこちらのワインは微炭酸なんですよ。あのゆっくりとこれからお話しますけれども、ではいただきます。いやー、めっちゃ入れすぎちゃった。これちょっと戻そうかミスった。飲みたい気持ちが先行しすぎて入れすぎちゃった、すいませんね。これまだ使ってないグラスだから、いやこれでもいいか、ちょっと待って、
すいません、ちょっとお行儀の悪いことしました。あの一人で飲んでるから、一人で飲んで初めて使うグラスだから、やってるだけで皆さんね、グラスに注いだワインをねボトルに戻すとかやっちゃダメですからね。ということで早速飲んでいきたいと思います。はい、私が飲んでる間に皆さんセパージを見といてください。こんな感じです。美味しい、染み渡る。あー、うーん、やっぱドライだね。ドライフレッシュで、もうちょっと抜栓してから4日ぐらい経っちゃったんだけど、抜栓した当初はもっとね青りんごとかの甘みをすごい感じたかな。あとはそうだね、なんか今日すごい個人的な話をすると、マジチャンネル見てる人離脱しちゃうかもしれないけど、ジムに行って40分ぐらい有酸素運動した後にパーソナルトレーニングで1時間しごいてもらった後の撮影になるので、なんか本当にワインが楽しみでしょうがなかったっていうか、テンション上がりすぎてさっき入れすぎちゃいました。美味しい。はい、まずはね、あのビーニョベルデについて今から語るんですけど、これね少しややこしいんですけど、ポルトガルの中にあるビーニョベルデっていう産地名でもあって、でそこで作られたワインをビーニョベルデと名乗ることもできるみたいな、まあ名乗ることもできるというか、まあ基本みんな名乗るんですけれども、まあそんなワインです。だから産地名でもありワインの名称でもあるって感じ。ビーニョベルデと名乗れるワインは、あのフランスのねブルゴーニュ地方とかとは違って、使用していいブドウがね45、6、7種類ぐらいあんのかな。結構あるし、まあブドウ同士をミックスしてワインを作っていいんですよね。だからビーニョベルデって言ったら必ずこういう味っていうのはないんですよ。まあ白ワインが有名なんですけれども、ロゼと赤もあったりとかするからね。圧倒的にでもこの今日紹介する白ワインの方が有名なので、今日はここにフォーカスした話をしていくんですけれども、このビーニョベルデブドウいっぱいあるからこの味だっていうのは言い切れないって今言いましたけど、大まかな特徴っていうのがあって、それはアルコール度数が低いこと、微発泡であること、フレッシュ感を楽しめること、この3つを兼ね備えていることが多いです。だから暑い夏とかさ、もう本当にもってこいな白ワインなんですよね。あっちいい時期に動画公開したと思いますよ私。でも限りなくこれはデイリーワインですね。クーっていっちゃう感じ。はい、ちゃんと真面目に話します、そろそろ。で、なんでいろいろなブドウを使っていいのにこの3つの特徴があるのかっていうと、このビーニョベルデ特有のワイン作りが影響をしていて、まあ、ビーニョは緑の、ベルデはフレッシュなという意味がそもそもあるんだけど、ビーニョベルデ地方ではブドウが完熟を迎える1ヶ月から2ヶ月前に、まあ、収穫されて、まだあの緑というか青っぽいブドウを使用してワインを作るんですよ。ブドウが完熟をしていないっていうことは、ブドウに糖分が少ないので自然とねワインのアルコールも低くなって、ワインを作ってる途中でアルコール発酵によってね炭酸ガスがプクプク生まれるんだけど、その炭酸ガスが抜けきらないうちに瓶詰めをするので、もう作るのが早いんですよ。ポポポポって作ってくるんですよ、他のワインに比べて。だからボトルの中に泡が残って微発泡のものが多くなるんだよね。ということで今回はこのワインに何か合わせたいなって思って考えてみたんですよ。飲んでみたらわかる、すごいね塩味のあるものと合わせたくなりますよ。やっぱり私最初は生ガキと合わせてすごい感動したわけだから、ちょっとしょっぱいものでなんか作りやすいもので何かなって思って、ちょっとガーリックシュリンプをね今日作ってみたいと思います。使うのは本当にエビとニンニクぐらいだと思うので、今から作って合わせたいと思います。はい、今日は、生エビ、ブラックタイガーエビ、はい、20% オフになってるものを買いまして、これを使ってガーリックシュリンプ作っていきたいと思います。まずは殻を取ります。はい、足から取ると綺麗にね早く取れるらしいんですけれども、ちょっと慣れないので苦戦しております。はい、でこの殻はね後で使うので取っておきます。でその後にまずは昆布茶少々とお塩少々、そして片栗粉を入れて、まあ、揉んでいくと。で、ここで思い出したんですけれども、このエビね、半分にね、切る予定なんですよ。あの、背ワタとか取ってないしね。ということで、はい、切り始めたいと思います。ちょっとなかなかね、初めてこの料理にトライするので、うまくいかないんですけれども、もう本当にね、半分にね、こう、二股に分けちゃう感じで、しっかりと切っていきます。はい、背ワタも上手に取れてるんですかね、よくわかんないですけど。で、次はフライパンを用意してる時に、はい、ガーリック切るの忘れてまして、急遽ガーリックを切りましたね。私はちょっと小ぶりのニンニクだったので4つ切ってみました。はい、食べ終わってもね、誰とも会う予定がないので、いっかな、みたいな
感じで入れていきます。ちょっとちっちゃめのスキレットで。それでサラダ油を1センチぐらい入れるんですけれども、ちょうどよくねサラダ油が切れてしまったので少し米油を足しております。アッサンブラージュですね、ブレンドしてます。で火を弱火ぐらいでつけたら、最初にね殻も炒めるんですね。これでエビの出汁を取っていきます。でもう途中から悲劇なんだけど、めっちゃ油飛ぶんですよ。本当皆さん気をつけてくださいね。わかるかな、画面上ですっごいコンロ周り汚れてんのね。でも掃除やだなーって感じで心が折れそうになりながら、はい、料理しておりました。そしてエビを入れていくと、尻尾を持って入れていくって感じですね。この時もねすごい油飛んだんで、本当にちょっと作られる時は気をつけてください。そして完成します。意外と大変でした。じゃーん、こちらですね。早速実食というかペアリングしていきたいんですけれども、まずはねワインのチャンネルですから、ワインから再びいきたいと思います。日にちが経ってレモンっぽさが強くなってきましたね。もっとね優しい味だったんですよ。これはちょっとローレイロっていうブドウが多くって、結構それのローレイロが華やかなニュアンスが特徴的なので、この味わいもそんなに辛口ではなく、まろやかな果実味、ジューシーさ味を感じたんですけど、今日にちが経ってちょっと酸が強くなったけど、もう何の問題もないって感じですかね。でそのさっきワイングラスからボトルにワイン戻しちゃったんだけど、このワインはそのグラスに少量入れて、あとは冷蔵庫だったりとかクーラーの中にワインを戻して冷え冷えの状態を常に保って、このグラスの中に入れていくっていうのがおすすめなので、いきなりドバドバ入れない方がいいです。よっぽどねすごい飲むのが早いんだよっていう人はいいんですけれども、はい、なので小ぶりのグラスでちょっとずつ飲むっていうのがおすすめですね。ということでガーリックシュリンプ、ちょっとガーリックっていうのがビンチャベルデルには強いんじゃないかなと思いつつ、いただきたいと思います。すんごいクルンってなっちゃってるから、なんか食べにくそう。油落ちそうになった。いただきます。プリッとしてて、お塩の塩味とあと昆布茶のちょっと出汁っぽい感じ、旨味っていうのを感じますね。はい、合わせてみます。いやもうちょっと塩いってもよかったかもな、ちょっとビビりました。最近ね、しょっぱくものを作る、こなんか味付けがしょっぱくなりがちなんで、気をつけたらちょっと足りない気がする。ママでしたまさかの、多分あれかな、なんかもっと淡白な塩味のあるものがいいのかも。ちょっとまた日が経ってレモンっぽくなっちゃったから、普通にアジとかさそういう系が良かったかな。ガーリック、いやシュリンプの判断までは良かったんですけど、ガーリックってちょっとビーニベルデには強かったかな。でももうちょっと塩味があったら全然いける気がする。ちょっと塩足すわ。なんかしんどい、辛い、これはこのままは。ちょっと塩振りたいと思います。ちょっともう一回リベンジ。でもすごいこの料理自体はめっちゃ美味しい。その殻からエビの出汁を取ったことによって、なんかオイルですらなんかすごい美味しい。お塩振って全然良かったわ。味がね、まずなんかね、正直言うとベストペアリングじゃないですけど美味しいです。なんか単体そのものが美味しいから、なんかね一瞬ちょっとなんかこのビーニベルデからオイルっぽい味を感じるんだよね、エビを食べた後の一発目って。ふーんって抜ける感じがね、なんでなんだろうっていうのがありますけれども、まあ、ちょっと今回は初めてペアリングが微妙だったということでございます。皆さんはテラスドミーニョをこれ用意したとしたら、ガーリックシュリンプじゃないものと合わせてみてください。はい、せっかく頑張ったんだけどな、お掃除大変だ、頑張ります。そう、まあ、塩味と甘みはねもともとあって
で、塩味は刺激性があって、甘みっていうものは中和性がある。多分ね、ワインの状態もね、抜栓してからもうちょっと早くに撮影すればよかったんだよな。そういうことだよね。この刺激性と中和性を繰り返すと、脳は心地よさを感じてもっと食べたい、合わせたいっていう気持ちになるはずなんだけど、ワインが思ったより甘みよりも酸味に寄ってしまったっていうところで、刺激性と刺激性になっちゃったんかなっていうのもあります。ということで、いかがでしたでしょうか。本当に美味しくてやばい2000円以下ね、心からおすすめできる白ワインってね、意外とね、そんな見つからないんですよ。でも今回はやっとね、これだっていうのを見つけてお話できてるので、ぜひね、飲んだことがなかったり知らないワインがあったら飲んでもらいたいなって思います。ではこの後もうちょっとエビとテラスドミーニョ、ビーニョベルデがどうやったら美味しくなるかっていうのをちょっと研究しつつ楽しみたいと思います。下記概要欄の URL からワイン三昧公式 LINE に登録していただくと、おすすめワインペアリング30選の PDF、 これは本当に美味しいって思うやつと、あとはですね、2000円以下の白ワインおすすめのもの、過去紹介したワインの PDF 3選を無料でお配りしたいと思います。で、他にもね、ワイン1年目から中級者になるためのもうめっちゃねためになる攻略動画もお渡ししてますので、興味のある方は公式 LINE 登録してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。